え、ここかい？覚えてない。どこまでやったか覚えていない。ああ、そういうことか。なるほど。そうか。俺はイザリスへ行こうとしていた。イザリスへ行こうとしていた。うわあ、クオーか。いろいろあったな。いろいろあった。いろいろあった。ムカデを倒したとこまではボツになってない。あのあとですね。種火を、はい、あのここからねちょっと向こうへ行ったところにあ見えないわ、この先にね、種火があるんで種火を取りました。はい、自己報告ですいません。でですね、まあ端的に申し上げますと、グラント使いになる、グラント使いになると言って、いろいろイベントをすっ飛ばしてきたせいで、ジークマイヤーさんイベントがですね、はい、すっ飛ばしてたんですよ。は。で、このままイザリスへ行ってしまうと、ジークマイヤーさんのイベントがね、ダメになってしまう。で、まあ、それグラント関係ねえじゃんって思うかもしれないですけども、あの結局のところね、あのこっからね、あのただグラントが使えるようになっただけではグラント使いになったことにはならないんで、こうジクマイヤーさんのイベントを推しにね、とりあえずアノロンから書庫へ行こうかなと思います。はい、でね、ただね、私は大きな間違いをしてたんですよ。私はね、大きな間違いをしてた。あのね、グラント使いになる、グラント使いになると言って、グラントが使えるようになったのはいいんですけど、ここでね、終わってしまってはダメなんですよ。グラント強いなって、みんなに思ってもらえるようなグラント使いにならないとね、ダメじゃないですか。意味がないですよね。ああ、だからね、筋力50にして進行30にしたらグラント使えるんだ、はあで終わっちゃいますから、そうじゃないんだと。そうじゃないんだと。グラントを使ってみんなが、ね。来てないな、来てないな。グラントが強いっていうのをみんなが、ね、強い、グラント強いよ、グラント強い、グラント強いっていうのをね、こうアピールしていかなきゃいけないんでね、練り歩いていきます。練り歩いていきますよ。なんでね、書庫へ、あ、ちょっと待て、書庫じゃないですよ、ヒドラ倒さないといけないんですよ。ヒドラいるかな。いや、もっぺん来たらいいじゃん。もっぺん来たらいいよ。そう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 。だから書庫行ってね、書庫行ってさ、もうチャラッとシース倒しちゃおうよ。チャラッと、余裕だよ。こんだけ強いんだから、こんな火力ないよ。で、一周目で敵も柔らかいんだから、チャラッとさ、シース倒しちゃおう。それで、こいつ本当に、強い。ちょっと待って、飲ませてくれよ、ね。
え、こんな強いの？おい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 、あんな強い？あんな強いことある？こっからかよ。ね、行った先でかかろうね。60って出たよ今。嘘でしょ、あんな強いことある？俺グランドで楽々倒せるような気がしてたけどな。あ、そうか、神聖魔法に強いのが揃ってんのかな。どうしよう、あんな強いんじゃ、あんな強いんじゃ厄介だな。え、そんなことある？正面からが強いだけ？そんな、もう、正面からが強いんだ。いや、後ろからだって強いよ。オッケー、両手持ちで3倍も入る。走るスピードはそんな変わらんのよね。おお、飲ませて。え？LANケーブルは接続してるよ。何？どうした？ LANケーブルは接続してるよ。LANケーブルは接続してるよ。もうこいつも古いからな、全部うちのあらゆるシステムが。え、ちょっとどっからオフラインでやっていいんだよ、いろいろ怒るなぁ。いろいろ怒りすぎじゃないですか。いや、LANケーブルな、刺してるよ。あ、もう。え？はい、1投目は倒した。あと一発とか二発でよかったんじゃないの？いや。
いやいや、いやいやいや。はい、ちょっと壁を使ってね、こずるいやり方でやっちゃいましたけども、いいんですよ。かかりましょうよ。LAN ケーブルがつながっていません。そんなバカな、そんなバカな。レバーは引いてある、大丈夫。あ、レバー引いてある。さあ、問題はここ厄介ですよね。ここすんごい厄介。いいんだよ、いいんだよ。一撃ですよ。食らってるやないか。丸見えやからね。この流れるような。おお、あ、嘘。嘘。いいですよ。いいです。いかんな、グラントが強いっていうところをこう 見せねばならんのに。なんだ、何がついてんの？何？火なんか持ってないよ。この間もあったんだ。いろいろバグってきてるか。いろいろなものが。この間もね、なんか火がついたんですよ、いきなり。いきなり火がついたのね。いきなり火がついたって。いるよね。食らっとるよ。厄介だね。
うっそついべ。力任せ。レバーを引きます。いやーこのまま行けばソウルがもらえるのにな。指輪つけとこう。なんでこれつけてんねん。あ、持ってないわ。買えばよかった。持ってない。あら、尊い犠牲。尊い犠牲か。やんこいつが一発やん。触れねえわ。触れねえわ。倒した。もうこれはイベント戦やもんな。はい、お目見えしました。これずるいよね。これずるいよね。あ、やばい。こんなのある？いつも思うけど。はい、まあ壊れるでしょうよ。でもまあおかげでレベルが上げれますよ。上げれるよね。体力、持久、体力、持久、体力、持久。レベル75ってもう1周目、2周目もクリアできるんじゃないの？1周目はじゃあ間違いなくクリアできるな。もうだから何かに特化するってことはね、こうシナリオを進める上ではね。あ、でもその私が今までこのね、技量系の武器ばっかり使ってたという、そういうことですな。いやでもそうするとやっぱね、脳筋武器は筋力に振らないといけないわけだから、こう技量系に
ていった方が実は低レベルで、あでもギオンも結局でも50とかいる武器はないもんね、技量系の武器って言ったってね。え村雲の30いくつが、あれは筋力かいくつだ、あれ20いくつだっけ、そんなもんだもんね。はい、時給上げました、時給を上げました。さあこっからだね。これでも先に向こう、倒せなかった、倒したと思った、危ねえ危ねえ、倒したと思ったよ。鍵がかかっている、せや、ここは鍵がかかってんねん。あれなんかなんだっけ、なんか上から来るとか違った、違ったか。この野郎、こんなこんなあのこんなぬるい監視官いるかい。ああ。